ようテレサ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、ヴァルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが、何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教が、セシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では、戦いはまだ無理よ。あと30分で、セシリアがシベリアに到着する。その前に、第二律者を探し出し、殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ、俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力なら、さっき戦いの中で見たでしょ？俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと。これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソば、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートかすらな。